はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。12時をちょいと回りましたね。もうこれ撮ったらですね、場所をですね、日本橋横山町に行ってですね、不動産売却相談会やりますけども、1時から5時まで、私おります。これ上げられるかな。まあまあ行きましょうか。産経新聞、不安的中の声、温泉水発言の野村農水省大臣ですね。過去には会見中に電話応答も改革後、やはり不安は的中した。農林水産省の複数の職員は広告地を揃える。8月31日、東京電力福島第一原発処理水の海洋放出について首相官邸で記者団に問われ、処理水と言うべきところを汚染水と言い間違えた野村哲郎、哲郎でいいかな、農水省のことだ。日本水産物の風評被害払拭に向けた旗振り役のこの失言に多くの批判が集まった。だが最近も会見中に変わってきた電話に応じたり、沖縄の夏の清掃借り融資を遊び人みたいな感じと発言するなど、その言動はこれまでも問題視されてきた。汚染処理水の言い間違いについて全面的に謝罪を して撤回したところでありますが、その間福島の皆様をはじめ関係者の皆様に不快な思いをさせて申し訳なかったという気持ちでいっぱいです。今回の反省を踏まえて改めて緊張感を持って水産事業者に寄り添った対策の実施に万全を尽くしてまいりたい。9月1日の閣議後会見で野村氏はそうこう述べたと。まあ以下続けるけど、アホなおっさんですねというかじいさんですね。あのね、これね、自民党のね、あのじいさん政治家のまあ標準レベルちゃうかなと思いますねこれよりアホもいっぱいいるんですよあのね、でね、大阪の維新がね、第二自民党とか言うてるでしょ。あいつらってね、大体ね、自民党に入れへんかったねって言ったんですよ。自民党に入れへんけど政治家になりたいねってなってる連中が、なんとなく政治家になれてですね、やってるのが大阪の自民党、大阪の維新という私は認識を持ってるんですね。うわ、しょうもなと思ってるんですけど。で、この野村さんっていう農林水産大臣ですか。まあ、やらかしてしまいましたね。あんた何も分かってへんなという感じですけどあのね、日本の政治家ってね、日本で政治家ってね、あんまり尊敬されない職業なんですね。お隣の韓国というのはね、政治家っていうのはあの職業としてはもう最高級なんですよ。国会議員なんてすごいですよ。日本はね、大したことないですよ。まあその辺のちょっと気のいいあんちゃんがやるかみたいな感じで なってくるような職業ですね。まあ中には一生懸命やってる人もいますけど、なんか知らんけど、なんでやろうね。いや、実は私大学生の時に、同志社大学の学生の時に、それ政治家になろうと思ったんですね。何を間違ったか。それで4年生の時に松下政経塾を受けたら、一発でですね、第一面接を落とされたよう見てはるわって向いてへんね、こんな性格向いてないですよ。で、私のね、同じ年でですね、多分私の2年後に受けはった前原誠二さんという人が今国民民主党の党首選に出てますね。同い年です。同じ地域です。あの人の今の地盤は違いますけどね。でね、同時期は高市早苗さんはね、2級、3級上ですかね、松下政経塾で。皆さん大体政治家になってますけども、あの頃はね、まだ政治家になるというのはそう悪い、こう、なんて言いますかね、こう、志はなかったと自分では思うんですけど、今政治家になるとか言ってたら、お前ちょっと頭おかしいんちゃうかとみんな思うでしょお前何考えてんねんみたいな感じになるでしょ。日本ではもう政治家ってどっちかというと卑しい職業になってしまいましたね。で、しかもこんなアホが大臣やってるでしょあの、ね、自民党というところも変なところでね、まあ、あの僕は内側に入ったことないですけど、大体ね、衆議院でですね、当選4回から5回ぐらいで大臣になれたらラッキーなんですね。6回7回の色詰まってるんですよ。で、6回7回ね、当選するってはもうそれだけで大変なことだと思うんですけど、
いるんですよ。6回7回当選してもですね、アホが。で、あの派閥というのは何のためにあるかというとですね、お金を配るというのもあるんですけども、その人事でですね、うちの派から3人は大臣出せとか、その代わりにお前をあの押したると、いわゆる自民党の総裁選で君に入れる代わりに、君がとあの総裁になったらうちから3人ねとか、そういう、まあ、簡単にはそういう取引があるわけですね。これその3人の名簿を出すわけですよ。あのね、政治家もね、政治家のコミュニティがあって、自民党のコミュニティがあって分かってるわけですよ、あいつはほやって。で、総理大臣になったらですね、あの各派閥からできた名簿からやっぱり何人か取らなあかんわけですよ。で、もうアホやって分かってるんですけど、しゃあないし大臣するんですよね。で、できるだけね、あのなんていうか、こう目立たない大臣するわけですよ。そういうのはね、農水省っていうのをどっちかというと本来は目立たないところなんですよ。北海道沖縄開発とかね、そんなあるんですけど、いろいろあるんですけど、いや一番しょうもない大臣するわけですよ。あの財務大臣が一番であって、経産大臣ももう、ね、1.1 番ぐらいでですね、あの外務大臣は特別な仕事であってですね、農林水産大臣はどうでもいいはずなんで、たまさか据えといたらミスりよったというのがこの事件ですね。まあしょうもないこの程度のじいさんです。この程度のじいさんでもですね、この人当選何回なんでしょうね。野村哲郎、この程度のじいさんがですね、農林水産大臣をやってるというのはこの国でございましてですね、まあしょうもないシステムです。しかしね、あれ、こうなんていうか、野村哲郎でしょ、はい、野村哲郎、あれ、あ、こういう時にウキペディア一番いいんですよ。いや、43年生まれと言いますか、私は19歳年で80やん。そうでしょ、80歳です今年。鹿児島ですって。で、自由民主党衆議院、参議院で4期ですね。参議院はだいたい衆議院のどうでしょうね、倍ぐらいに勘定しますから、まあ衆議院8期と同じぐらいでしょうかね。ああしょうもなっていう感じですね。ラサール秀才やん。あれ、ラサールを卒業してるんだけど大学書いてないですね、なんでみたいな。大学行かれなかったんですかね。まあまあ、もうこれでこのおっさんはおしまいです。まあまあ次の選挙ちょっと無理かもしれませんね。今79歳、もうすぐ80歳ですね。次は無理でしょうね。はい、まあこの程度のおっさんが日本の農林水産大臣でもですね、まああの座ればね、椅子に座ればあとは役人が振り付けをしてくれますんでね、はい分かりましたってめくる番を押しながらですね、1年ぐらい大臣やっておしまいって、はい君の人生終了というのになるんですけど、あしょうもなって言われる、ね、あのまあ、このこういういけない制度ですね、日本のこう地方のですね、この人は鹿児島ですけども、まあまあ最初当選4期ですから6期、20年ぐらい前か、でも割といい年で政治家になってますね、うん、うんという感じですけど、まあアホなこと言うたもんでございますね。もうこれでこの人おしまい。なんかね、日本のね、この民主主義というのはね、一番こう日本の民主主義で一番しょうもないところがここに出てるんちゃうんかなという気がしますね。この人も大臣一回やらしたろっていう感じで終わってるんでしょうね。つくづく思うのはね、政治家ならんでよかったと。いや向いてないよほんまに。人まで喋るのとか別に嫌いではないですよ。でもね、こうなんかぐちゃ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 こう変な人間関係の中で生きていかなあかんっていう、であとは選挙民を相手にしなあかんというですね、あの面倒くささを考えればですね、いや私は向いてなかったなとつくづく思いますね。やらんでよかったわほんまにと。
はい、ということでこの産経新聞のこのサイトを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。